リコルディは、イタリア・ミラノに本拠を置く、楽譜出版会社。19世紀から20世紀初頭のイタリアオペラ、流世紀にあって、ベッディーニ、ドニゼッティ、ベルディそして、プッチーニの楽譜出版を、ほぼ独占、時には彼らの新作オペラ作曲プロセスにも深く、関与するなどしたことで有名である。ジョバンニ・リコルディリコルディ社の創業者、ジョバンニ・リコルディ。 1785年から1853年は、もともとバイオリン奏者で、ミラノの小オペラ劇場のコンサートマスターであったが、1804年に、社フ業に転業する。1807年に、ライプチヒの同業者のもとで、石板印刷法を習得。1808年に、ミラノに帰り、今日のリコルギ社を創業した。1814年には、 スカラザで上演される新作オペラ譜の独占的、ャフ券を取得、また、同社のャフした新作に関しては、他劇場に独占的対応券を得た。1825年には、スカラザの既存全楽譜を安価で買収、また1830年にはさらに進んで、スカラザでの新作オペラバレーすべての楽譜、台本の出版権は、自動的にリコルディ社に帰属することとなった。 外国書演のオペラも、スカラ座で、イタリア書演がなされる限りこの条項が適用された。こうして、リコルギ社は、作曲者や台本作家の意思に関わりなく、多くの人気オペラの出版系を蓄積できることになった。国際的な著作権保護の概念の発達した、現代から見れば応募極まりない行為とも言えようが、19世紀前半の、イタリアでは作曲家は、楽譜出版や、 上演による工業収入で生活していたわけではなく、劇場あるいは劇場支配人に対して、自筆楽譜を売却することで金銭を受領していたので、あり、劇場から楽譜を買い取ったリコルディ社は、その慣例に従っていたに過ぎない。また、当時のイタリアは統一以前であり、リコルディ社の独占権はミラのあるいは、ベネツィアの含まれるオーストリア帝国地下に限られていたため、例えば、 ナポリのサンカルロ劇場初演作には、同社の支配は及ばなかった。さらに、当時最大のオペラ作曲家ロッシーには、パリに制作の本拠を移して久しかったため、リコルディ社は、イタリア人新人作曲家との結びつきを強めて、スカラザに対する新作供給を強化する戦略に出た。序盤にはまず、ベッディーニ及びドニゼッティの可能性を見出し、 彼らのオペラのほぼ全曲の出版を行う。ドニゼッティの最後期の作品、ドン・パスクワーレでは、リコルディ社では作曲以前に出版権を作曲者から購入し、パリ、ナポリ、ウィーン、ロンドンの同業者に各地での出版権を転売するなど、オペラビジネスは加熱を極めていた。そして、リコルディ社の見出した最大のヒット作曲家が、ジュゼッペ・ベルディであった。彼の 第一作、サンボニハッチョの白爵、オベルト・ワスカラザで初演されたから、当然に、リコルディ社に出版権が帰属する。しかし、ナブッコの成功で、自らの経済的価値に目覚めたベルディは、その後、劇場側に対する、度重なる上演権量増額、前払い要求を行い、実現させていった。また、リコルディ社に対する、交渉力強化を狙って、 ライバルであるルッカ社とも関係を結ぶ。ベルディとルッカ社との契約は成功作に恵まれなかったこともあって1848年には解消。リコルギ社との単独契約に戻るが、そのプロセスで力と自信をつけたベルディは要求をさらに拡大。出版社側が自由に楽譜を印刷、再販する権利は完全に否定され、今日あるような作曲者と、 学府出版社との関係が構築された。ティートリコルディ創業者序盤には、椿姫初演直後の1853年に死去、事業は息子のティートリコルディに引き継がれた。彼は音楽評論雑誌、ガゼッタムジカーレディミラノを主催するなどその見識はビジネスとしての音楽に留まらなかったが、一方で誕生したばかりのイタリア統一国家をビジネスチャンスと考え、 1864年に、ナポリ、1865年に、フィレンツェ、1871年に、ローマ、1888年に、パレルモに支店を拡大、また、ロンドンとパリにも事務所を置いて、国際的な出版社としての体制を整えた。また、経営不振に陥っていたルッカ社を、九州合併、同社の保有していた、ワーグナー作品のイタリアにおける、 出版権を得たことも収益に大きく貢献した。もちろん、リコルディ社最大の資産は、この頃も、ベルディであった。ジョバンニの孫、ティートの息子、ジューリオ・リコルディは、リコルディ社中京の祖と称するにふさわしい人物だった。父、ティートから、単なる出版業者の後継者としてでなく、文化人としての高い教育を受けたジューリオは、 単なる受け身での音楽出版でなく、積極的に作曲家、台本作家を引き合わせ、アイデアを交換し、より芸術性も工業性も高いオペラ作品を生み出そうと努めた。諸女作オペラ、メフィスト・フェレの大失敗で、意気消沈していた、ボーイとの文才を愛し、カタラーニア・ポンケ・エッリに台本を提供するよう、誘導したのは、ジューリオだったし、 アイーダ以降事実上救出状態だったベルギィを、そのボーイトとの共同作業に借り立て、大傑作、オテル及び、ファルスタッフに結実させたのも、またジューリオの功績によるところが大きい。1889年、リコルディ社の進行ライバル、ミラノの尊蔵におしゃは一幕物のオペラコンクールを開催、優勝作品となったマスカーニのカバレリアルスティカーナは、 多くの若手作曲家を触発し、レオン・カバン・ロ、同化史など多くの類似作品を生む。ベリズム・オペラ時代の到来である。マスカーニとレオン・カバン・ロ以外にも、尊蔵女社はジョルダーの及びチレアを要し、ベリズムブームの一大画像を築く。もはや新たな作品を生み出し得ないベルディに代わって、新たなオペラ作曲家をリコルディ社も必要としていた。それがジャコモ・プッチーニである。 1883年のソンゾーニョコンクールに養成、ビッリで落選していたプッチーニは、ジューリオにその際を認められる。1889年のエドガールも失敗作だったが、ジューリオのプッチーニにかける信念は揺らがず、マノンレスコー以降の成功によって、リコルディ社はソンゾーニョ社に対抗しうる資産を確保したのだった。ジューリオが、 プッチーニ引き立てのために労した手段は尋常以上のものであった。例えば、トスカのオペラ歌研は、凡庸な作曲家、アルベルト・フランケッティの手にあったが、ジューリオは、台本作家、ルイージー・リカと共謀して、トスカが、いかにオペラに、不向きな題材であるか、を、フランケッティに解いて、権利解戻ししに成功、プッチーニの傑作を誕生させている。プッチーニは、ジューリオと、 リコルディ社に絶大な信頼を寄せており、オペレッタへの進出を狙った、ツバメ以外の全作品が、リコルディ社からの出版である。リコルディ家の最後を飾る人物は、ティート・リコルディである。彼もまた、父、重流と同様音楽に対する深い教養を身につけた、文化人的経営者だった。というより、このティート・ニセイは経営者である以前にまずオペラの、 舞台装置や演出に興味を持ち、実際かなりの評価を得るに至った。プッチーニ作曲、トスカ、長長夫人及び、西部の娘初演の演出はすべて彼ティートセ世の担当である。ただ、会社経営者としてはあまりに芸術家肌のティートセ世は、プッチーニの作風に対しても、俗物的であるといった批判を持っており、ジューリオの死以降、プッチーニとリコルディ社の関係は、 冷却状態となった。最終的には、出版業の経営に興味を見出せなかったティート2世が1919 19年に、社業の一歳から手を引くことで、リコルギ社とプッチーニとの関係修復は図られたが、プッチーニはその後、トゥーランドット1作を完成させたのみだった。リコルギ社は1994年に、ドイツ・ベルテルスマンの所有する音楽産業グループ企業、 BMG の参加企業となったが、現在は、ユニバーサルミュージックの参加に変わっている。リコルディ社の出版楽譜は、作曲者自筆の楽譜との相違点が、しばしば指摘された。これは、同社の出版譜が、長年の慣習的改変などを無批判に包含して、しまっていることに起因する。ロッシーニ、ドニゼッティ、ベルリ、ドメニコスカルラッティなど多くの作曲家に関して、 より厳密な資料批判を経た批判工程版の作成プロジェクトが進行中である。CD 時代になってからは音盤リリースを大量に行った。現代音楽作曲家に極めて積極的な態度を1970年代に展開したが、部数売れ残りや著作権問題を解消できず1994年に路線が飛んだ。1990年代の現代作曲家の初版は、 黒インクでする金もなくなり、ブルーブラックですっていたという、信じがたいほどの経営難に落ち込んだ。また髪の質も純白紙を全く使えず、出力画質も悪かった。コンピュータ出力の楽譜を売りにしたら、クレッシェンドとレクレッシェンドがギザギザの線で出力され、逆に演奏家の怒りを買った。結局作曲家の支援ができないという理由で、大量の現代音楽作曲家が、 契約解除になった。結局多くの問題や訴訟を経て、ヌオーベストラディバリウス、ライトレード、ジルボニー、スカンファノルトが、リコルディで出版した作曲家を引き取ることで和解が成立していた。2018年に一旦契約解除したステファーのジェルバゾーニを復帰させるなど、徐々に経営の再建、若手作曲家の積極的支援ほか明るいニュースが目立ってきた。 現在は作曲家自らのコンピュータ出力に全作曲家が移行し、ブルー・ブラックのインクでするということはなくなった。現在はリコルディ・ベルリン、ロンドン、カーサ・リコルディに一人ずつ、ジェネラルマネージャーを置いている。2019年現在のリコルディの新刊現代フルスコア表紙は、歴史的作曲家を除いてすべて、シンク、ミニチュアスコア表紙はすべて、水色である。 リコール・ディオッジとして言っていた、CD 販売は現在ストラディバリウスが引き受けている。バッハのブランデンブルク競奏曲を、全一巻、ベートーベンの公共曲全集を、全二巻、ベートーベンの弦楽四重奏曲を、全一巻、ベートーベンのピアノ競奏曲を、全一巻、モーツァルトの公共曲を、全二巻、ブラームスの公共曲を、全一巻、ロッシーニのオペラ序曲集を、 全一巻、ワーグナーの序曲と前奏曲を全一巻、レスピー儀のローマ三部作を全一巻にして出すというミニチュアスコアの束ね方は他者の追従を許さないものであった。現在も表紙を変えつつ販売している。ただし、ローマ三部作のミニチュア楽譜は完売した。ジューリオリコルディの時代に音楽出版に加えて商業ポスターの制作の仕事も行い、 19世紀末から20世紀の初めにポスター美術が人気になるのに貢献した。リコルディで働いたポスター画家には以下のようなアーティストがいる。ありがとうございます。